でしたけれども、アメリカに追い越され、最近はまた中国に追い越されたということで、世界で、スペイン、まあ、そして代表的なものというと、まあ、やはりマドリードのプラド美術館、そしてトヨタの旧市街地、そしてあとはガウディの聖カトリック教会、まあ、この前ローマ法王がお見えになりまして、教会として正式にまたオープンしてまいりました。聖カトリック教会呼ばれたアルハンブラ宮殿、まあ、日本のお城は ところからこれから通る広場、これが裁きの広場、そして正面に見えるのが裁きの門。その裁きの門はこちらからご覧いただくと二重のアーチ、その二重のアーチのイメージはこの奥にアラの約束する楽園があるという、その楽園の扉を開ける鍵穴の模様がその正面にアーチのイメージとして出てまいります。車は私、道路は私気をつけていただいて、これコリントレストの元になりますアカンサスと呼ばれるもので、ほとんど、7月、8月葉が枯れた状態で、この、まあ、このほぼ真上ですのがファティマの手になります。うちじゃわかるけど3本も食べる。どれが不条理で右手を出してるどれでいいですか。すごいね。ハトだと思った。親指がこういっちゃったね。ハトの羽を広げてると思った。ここじゃねえだ。台の上。上級のいろんな農家の人たちが作物を、ただ、地域工学のバッチでキリスト教徒も敷いて、これを壊すこともなく、そのまま建物としては残してまいります。その後のイスラムの支配が終わりました後、キリスト教徒が残す建物ですから、建物自体も本当に純粋なるキリスト教徒の建物が丘の中央部を占めるわけで、まあ、ここに使われておりますこのカルロス5世の建物は石造りの上で、まあ、その16世紀はルネサンスの最も盛んな時代は装飾的にもさらに発展してまいりますので、まあ、ここに使われておりますあの壁自体の和紙、ma che importa a me la pioggia.
ラメックの場所があの向こう側になります。あ、そうかそうか、あ、あそこだ、あそこから。あの男にバリのそれのようなあの状況があります。それからどうしても調度品がいろいろな調度品によって囲まれるわけですけども、特に明治までは色々な色を組み合わせたりするので、そしてあとのために化粧出品、そしてあとは夏の調査を受けたりしたいでしょう。そしてあとは大地の力が使われますけれども、大地のこちらからご覧いただくと、斜めに浮かんでまいります。神様だけに CD がどこから見ても分かるように、あるこの、まあ、2個 そのものと同じで、あの完璧なものは不潔なものだということもあるでしょうし、まあ、それ以上に神様だけが完璧なものを残すことができるということで、まあ、歪み。白いものなら白い色のタイルを焼いた上で、それぞれ削って、その大きさに削ってはめ込むという、あの非常にややこしいとか、手間暇をかける、あの釘状のタイル。これによって、あの非常に接着面が強いということもあるんですけど、具体的には黒と白がコントラスト、黄色が黄金と権力、水と楽園のブルーと、そして繁栄とオアシスのグリーン、まあ、そして一部は純教の赤がこの色彩に使われてまいります。そして昨日の
ベルを取りながらゆっくりと子供を含めた家族が一緒に過ごす場所としての中庭は人々の生活の中心の場所になりますので、そのために夏の暑い時には爽やかな風が吹き抜けるように噴水が、そして場所によってはオレンジ の, 実あの木を植えたり、またジャスミンの木を植えて爽やかな香りがその部屋にそれぞれ香りとして入る。隣のポルトガル、イタリアとギリシャと違ってそれほど大きな地震はないんですけれども、まあ、の数年前に震度5の地震があったということで、ですから片取りすると割れてしまいますので、普通は同じ厚さの均一の厚さの化粧板を壁にはめ、そしてあとはスタンプで同じ模様をした上で職人の人たちがその模様に合わせて彫りながら、まあ、ご覧いただく足にわずかに安くの中で宮殿は彩られたもの、そしてその中で大使の文化がある公式実機の場所がそれから思います。プライベートなライオンの中庭に戻りますけれども、宮廷の人たちがその一行をもてなす中で夜になりますといろいろな料理が踊りながらその一行をもてなすアラビアンナイトの世界、まあ、そして夏、普通公式的な会見は夏を行われます、気候の良い時期を、まあ、そしてその時期には窓を開ければ白い街並みとその中で爽やかな風が吹き抜ける、そんな場所を利用して会見が行われてまいります。そしてあと時代が変わって今から520年前、まあ、グラナダが陥落した後、しばらくキリスト教徒の王でありますイザベル・フェルナンデスがここを国として利用していますけれども、まあ、その時にそこに立ったのがコロンブス、まあ、コロンブスは西回りでのその航海をここで直接イザベル女王に会見することによって、スペイン王地から財政的にまた政治的なバックアップを受けて、そしてそこからここからこのアラハンブラから出た後、あの港町ロスパルスと呼ばれるその地中海、大西洋の港町から模様として使うのがアラビア風の模様、アラベスク模様ですけれども、まず植物を多く使ってまいります。植物の中ではまず、これは松かさが開いて種が飛び散るところから子孫繁栄を。ブドウの文化は、まあ、ヨーロッパでももともとブドウの文化ですけれども、キリスト教徒の人たちにとっても、イスラムの人たちにとっても、ブドウは生命の木というように、春、芽を木、そして夏、緑を、そして終えた後のブドウが一旦枯れますけれども、また翌年にブドウは芽を吹くところから親から子に受け継がれる命の吹き出しをそのブドウのそのイメージとして、そしてあとは全ての生命が海から誕生したという生命の誕生が貝のイメージでイスラムのシンボルとしても使われ、そしてそれ以上に大きなウェイトを占めますアラビア文字は正式に日常的に使うクーパー、そしてアラハンブラの装飾に使われますナチヒータイ、どちらも右から左にアラビア文字、アルファベットで書く中でラ・ラ・ハイ、まあ、これ自体も噴水として使ったところからライオンの中庭と呼ばれる場所がハレムになります。でハレム、まあ、もう少しここが混んでいますから、そちらを使うという表現が日本では使われますけれども、砂漠の人たちにとってはそれが夢のまた夢が水を樹にすること、ですから水として噴水として湧き上がる中でオレンジの実が合わに、そしてジャスミンの花がその部屋に香りを、そして同時にあとここにあります柱などは砂漠にあります夏目足のイメージが一つの120本の柱として再現され、まあ、そこでは美女たちが大いに使えるという、まあ、まさに王様にとっての一つの地上の楽園を再現した場所がこちらにありますパティオデレオン、ライオンの中庭ですけれども、ただ伝説ではこれからご覧いただく右手に残る小さな部屋、その小さな部屋では
古の一族でも最も広くであったと言われる赤楚の変でも男性が senza sole e suona e suona tu piange Thank you.
と思いましたけど、昨日の時点では大丈夫でしょうか。はい、それではこちらの運転手さん、